諦めんなよ、諦めんなお前。どうしてそこでやめるんだ、そこでもう少し頑張ってみろよ。ダメ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 、諦めたら周りのこと思えよ、もう一度一つのこと思ってみろって。あともうちょっとのところなんだから、俺だってこのマイナス10度のところ縮みが取れるって頑張ってんだよ。絶対するの、必ず目標達成できる。だからこそネガティブだ。